元金プリ平野賞、訪れたサンドウィッチ店でファン大混乱。特定された裏側とはジャニーズ事務所を退所し、新たなスタートを切った元金プリの平野賞。彼の近況は、公式 YouTube チャンネルや個人のインスタグラムアカウントを通じてファンに愛されています。 特に、先日訪れたサンドウィッチ店での写真が大きな話題となり、店のファンが一気に押し寄せる事態となりました。一体なぜファンたちがこんなにも興奮しているのでしょうかその背景には何があるのか、詳しく見てみましょう。平野翔の新たなスタートとファンの熱狂。 平野翔は2023年7月7日に渡辺の公式 YouTube チャンネルで自身の新しい活動を発表しました。これに続いて個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンにプライベートの様子を見せるとともに、彼らからの質問に熱心に答えるなど、日々更新を続けています。これによりファンの関心がますます高まり、 彼のインスタのフォロワー数は375番人を突破しました。2023年8月2日時点。特定されたサンドイッチ店と大混乱の裏側。しかし、平野がカフェでレモネードを飲んでいる写真をアップしたところ、ファンたちが店舗をあっという間に特定し、店に押し寄せる事態となりました。 訪れたのは東京目黒区の駒場島台前にあるスタン31ストア、スタンサンドイッチストアという個人経営のカフェで、そのインスタのストーリーズによれば、わずか1時間後にはファンが店内を埋め尽くし、外にも並びができ、予約の電話が殺到したとのことです。平野翔の投稿が店の繁盛に貢献。店側は、 平野の投稿が店の繁盛に一役買っていることを認識しており、インスタのストーリーズにも喜びを表しています。実際に彼の投稿した写真に映るブルというメニューが見切れていたことから、ファンたちはレモネードと一緒に注文し、その効果が現れているようです。しかし、ファンの熱狂には裏側にも注意が必要。 一方で SNS 上ではファンが店を特定し拡散している行為に対する批判的な声も上がっています。特定された店側は喜びながらもファンが場所を特定しすぐに訪れることによるトラブルを心配している様子も見受けられます。平野自身も以前に訪れた別のカフェの写真が特定され拡散されたことがありました。 今後の対応策とファンへの配慮。これらの事態を受けて、スタン側は当面の間はインナメールでの予約を行うことやテイクアウトを一時停止するなど、対応策を講じると発表しています。一方で、ファン同士も安易に特定や拡散する行為に対して警戒し、平野章のプライベートを尊重する声も広がっています。 平野翔の新たなスタートに対するファンの熱狂はとどまるところを知りません。彼のインスタのフォロワー数は驚異的な100万人以上も上回り、日々更新される投稿はネットニュースでも取り上げられるほどの話題となっています。一方で、ファンの行動には慎重さが必要であり、平野自身が巻き込まれることのないように注意が必要です。 今後もファンとの間により良いコミュニケーションを築き、安全かつ楽しいファン活動を楽しんでほしいと願っています。